久保さん、体験しないと分かんないことたくさんありますよね。多分山本太郎さんも言ってましたけど、昔そっち側でしたと。政治に全く興味なかったと。うん、全然なかったと。ね。なんだけど、あの、自分がこの政治家になってこう、こうやっていく中でいろんな体験してね、まあ政党に入っていろんなものを見てきたと。 いろんな体験してきたことによって、よりその熱量は高まってったっていうような、うん、物語があると思うんですよね。でも、そこに山本太郎さんが、じゃあ、その体験をしなければ、おそらく、今の思いだったりとか、熱量っていうのは生まれなかったんじゃないかなと。現場に入れば入るほど、何なんだこれは、みたいなね。知れば知るほど、政治、何なんだこれは、みたいなね。 やっぱ、ね、体験するってことは大事だと思いますね。体験しなければやっぱはたから見てるだけですからね。うん、ただ僕の場合はうーん何度も言いますけど自分で今は選択を一応選べる人生を送ってるのでうん体,験した体験しなくてもいいことは体験しなくてもいいかなと。うんなんかその日本が変わるようにうに 動いていただいてる方はね、ほんと山本太郎さんみたいなことあるとすごいと思うんですよ。でも僕は日本が変わろうが変わらないが、自分の人生の選択っていうのは今できます。やろうと思えばね。うん。日本がホールドになることはないとは思いますけど、じゃあ今後日本経済がぶっ壊れてね、あの、中国に買収されます、海外に買収されます、まあわかんないですけど、でもまあ日本の企業は結構買収されてますからね。 でどうなるか分かんないですけども、じゃあ日本が嫌になったら海外に住む。で、海外に住んでみて、体験してみて、よくないなと思ったら違う国に行くってこともできるだろうし。うん。だからそれは選択できるんですよね。なぜならば、あの、一応どこでも仕事はできますので。でもどこでもって言っても、ネットがある場所に行けばいいんで。もちろんネットがない場所も世の世界にはあるだろうけれども、ネットがある場所もあるわけなんで、そこに行けばいいだろうし。うん。 であとはお金の部分ですよ、ね、うんなんか青白王子とかもいろんなところに行ってますけどもまあ結構いいホテル泊まってますよね <laughs> そのね海外でいろんな問題はあるけれどもぶっちゃけお金を払えばそのいい国じゃなくてもいいサービス受けられるわけじゃないですか <laughs> だからお金で解決そのできる部分だからネットが微妙でも高いホテルにはねネット絶対あるだろうし <laughs> だ結局、その金稼げる力があるかっていうのは、やっぱ選択を広められますよね。ボランティアとかでもう経費が決まっているっていう場合は、その泊まるホテルもね、そのもうその経費の中でしか泊まれないところに泊まるわけですから、いろんな問題はあるでしょうね。でも、青白王子が泊まるようなホテルに泊まれば、多分そ,そういう不平不満はあんま出てこないと思うんですよね。<laughs> で結構、青白王子もなんか、いろんな国ってなんかやってましたけどね。 まあでもなんかホテル、なんかホテルからライブしてたんですけど、すげえなんかいいとこだ。なんかいい感じのとこで泊まってましたね。なんか <laughs>、うん。な、まあ金稼ぎます。選択増やすためにこれからも。僕はね。で、その力をつけていくと。で、僕はそれをおすすめしますね。でもその力をつけない。その自分で稼ぐっていう力をつけない。選ばない。もしくは選べない。っていう場合は、その政治を変えてくれる人を選ぶしかないので。 うん、じゃあそれ選べばいいと思う,う、うんですよ。なんで僕は自分の人生を選べるように自分自身を磨くし、うん、これからも頑張りますね。いってらっしゃい。